伊丹市加密交流センターは、兵庫県伊丹市に設置されている、公民館、児童館、図書館などの複合型公共施設。1947年に、伊丹市へ編入された旧川辺郡加密村を前身と、する、市東部の加密地域では、伊丹市役所加密支所、加密児童センター及び、伊丹市立図書館加密分室などの公共施設が点在していたが、 いずれの施設も1970年代の竣工で老朽化が進んでいたため2013年から複数の公共施設の再配置に関する協議が地域住民を交えて実施されたこの協議の結果を踏まえ2016年5月9日にこれら複数の施設を一つの複合施設に集約する形で開館したのが加密交流センターであるセンターに近接する か密小学校や、私立か密福祉センター、伊丹市発の認定子ども園として2016年4月に開園した、か密子ども園との連携により、児童から高齢者まで幅広い年齢層の地域住民が交流する、多世代交流施設が運営コンセプトとされている。センターの立地は、伊丹市立か密小学校の向かいにあたり、延べ床面積は、前身となる、 各施設の合算に比べて2割弱削減された。開館当初から特定非営利活動法人ワクワク、ステーション過密が私立図書館文館を含め、センターの指定管理者を務めている。NPO 法人を複合型公共施設の指定管理者とする方式は、伊丹市では2004年に開館した北部学習センターに続き2例目。伊丹市立図書館過密文館は、 加密交流センターの開館当初から1階に設置されている伊丹市立図書館の文館。兵庫県で最東端に位置する図書館である。前身は1974年1月25日に加密センター3階で開け出した加密センター分室で1984年5月4日に西、桑津の加密児童センター内へ移転した。 過密分室の開室は毎週金曜日のみに限定されており、末期にあたる2014年度の増書数は17,867冊、来出者数が年間582人で、貸出冊数が1,860冊という状況であった。2016年5月9日、過密交流センターの開館に伴い同センターの1階へ移転するとともに、 旧文室の増殖を引き継ぎ、過密文館へ昇格した。伊丹市立図書館の文館としては生涯学習センター内の南文館、北部学習センター内の北文館に続き3館目、また、阪神地区公共図書館協議会に加盟する七市一町の公立図書館としては17館目となる。南文館と北文館では、宮の前の本館とスライドさせる形で、 それぞれ火曜日と水曜日を休館日としているが、加密文館では、本館と同じ毎週月曜日を休館日としている。貸出条件等は本館に準じるため、伊丹市立図書館利用案内を参照のこと。JR 伊丹駅、または阪急伊丹駅から、伊丹市バス20から23系統に乗り、加密小学校前下車すぐ。ありがとうございます。